いつもお隣劇場を見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。いやー緊張しましたな。何が？いや先日このお笑いライブで生でお隣劇場をやったでしょ。あー群馬の発音が変っていう回をやったんだよね。これがその時のライブ映像ね。栃木めっちゃ光が反射してるじゃん。これはカメラの問題じゃない？確かに緊張しましたな。もうずっと口の中カラッカラでしたよ。そしてずーっと正面しか向けないから大変だったな。あと実際視聴者さんも見に来てくれたね、ありがたいよね。いやはや本当にありがとうございました。次回があるとすれば横向けるシステムを考えておこう。システムとか言うなよ。ということで今後ともお隣劇場をよろしくお願い。あー書いちゃった。おおまだ緊張を引きずってる。